っとおちゃん一回説明して後で、坂田恵子、もしかしたらもう上風力出禁にするかもしれないですっていうのも、あの酒がほんとすごすぎて撮影中とか飲みまくるんやけど、だからもう地方とか連れて行った時にすごいような迷惑をかけてて、で、あの自分自身で自分をコントロールできひんと、うん、で、今回の一件でちょっとどうするかっていうのを考えようかなと思ってる一件があって、まあそれでもおっちゃんちょっと一回説明して、もうここなバチクソ怒ってここ来てんな、バチクソ怒ってきてる、おっぱらってで、朝の撮影があって早朝で西成で、まあ、飲み歩きみたいな食べ歩きみたいなんで成屋行ってんやん、成屋ってあいつほんまにできへんやねんけど、やっぱモーニングにはやっぱ欠かせないっていうか、成屋のおばちゃんもおるからさ、成屋のおばちゃんが働いてる成屋やし、西成家族メンバーや市場ブログでもいっぱいこうな遊んできたから、撮影しようと思ってやっぱ坂田結構入らへんから、それも一つのネタやん、もうあいつもできんをネタにしてるやん、ちょっとできんで待たされたっていうのが、俺ら3人でもう飯食ってたけど、外で待って、それも一つのネタや思ってたけど、で、それで怒って帰って、おっちゃんどんな感じで英語来た？え？あの、他のお客さんと来たんだけど、もう上等、もう来ればせえへんなーっつって、どうしたんすか？入れとったやん、じゃあみんなで、モーニング食べて、仕上げ外で待ってろ言われて、何時間も待たされたんす。何時間ちゃうってなんでこんなの、10分15分ちゃう、いけないねーって、怒ってた。話し合いが通じひんねんな。そうなったらもう普通、まあ待たしたことには変わりないからごめんやでということも言えるし、まあもうあいつができんくらってるっていうのは、あの本当に迷惑かけてるから、本当にいい部分はいいけど、本当にダメな部分はマジでダメな人間。できんいうのも今パフォーマンスになってるやんか。だから一つの舞台としたら。ケイちゃんが待ってて私らが食べてるいうのを一つのこれもパフォーマンスのセットやねんか、それをちょっとやっぱり理解したら腹立つことは何もないと思うねんけど、でもし腹立ったんで腹立ったんでかめへんねんけれども、それやったらこうして話し合いをして誤解をやっぱり解消するいうことをせえへんかったら前進まれへんねん。いやーでも俺あそこまでこう酒に持ってかれて自分をコントロールできん人間やと思わんかったな。もうちょい、いや、違う、ある程度分かったけど、ここ最近ちょっとひどくて、最近ちょっとちょっと酒がまたひどいわ。なんでやろうな、やっぱ人気になってきたから、そのプレッシャーがあって、その部分もあるかも分からない、プレッシャーとストレスがそうさせてる部分もあるかも分からない、いいように解釈したらな、坂田恵子映し出す時に、あこのまま俺坂田恵子と一緒にやってた、坂田恵子すごく人気になって言ってるけど、俺はその先の未来が見えてたから、坂田恵子に聞いてん、このまま行ったらほんまに人気になるかもしれないけど、あの普通の生活ができん可能性あるけど、それでもええのか、それとももう一旦ここでやめとくか、どっちにするって聞いてん、じゃあもう行くとこまで行ったるわって言ってんだ。だからよかった、じゃあもうこの西成っていう、舞台でどんどん映し出していい街やから、俺も楽しいし面白いし、もうネタに困らん街やから行こう思ったけど、ちょっとグループラインあんねん俺らの、あの西成家族メンバーのあのグループラインだけど、今日すごいあいつが荒れてて、荒れてたな、もうなんかみそなんかコラボしませんみたいな、めちゃくちゃあれで、もう二度と私はありませんみたいな拒絶しとったもんね。拗ねてるんかな。拗ねてるよ。だから自分が俺はなんか一個のネタやん、動画の中でネタやん、俺先にも言うとってんで、あの出禁の時はまさかで一回ちょっと外で待たして、出禁の店やからほんまに、ええけどほんまに怒って帰った。あのなんで私だけこんな扱いを受けないといけないのって言って、ほんまに怒って帰って、えってなって、もうあなたとは二度と会いませんってグループラインに残ってて、俺これどういうことやって、もうマジ子供なんかなと思って、ネタやからな、いや今日だって夕方もこうやって集合するして撮影しようかみたいなで、新店巡りしようかみたいな言うててんけど、ほんまに来えへんし、いやゴジあるからおいでやーだけ入れて、で俺電話も入れてんけど、ほんまに拗ねるとき拗ねるから、でもいやその時は言えんかって、ただ酔っ払ってるやん、酔っ払ってるときに、何も言うてもあかんねん、そう、酔っ払ってる人にもあかんねん、俺のもう、親父と一緒やねん、親父も酔っ払ってる時怒るときあんねんけど、ほんまその人に対してこう面倒かってコミュニケーション取られへんから、感情がこうなってるから、そうやねん、酔ってるとき何言うても絶対あかんねん、そうで、ケイちゃんはそういう面が強いからな、酔うと絶対あかんねん、そう、彼知ってるから、人を攻撃する癖があるから、やっぱり、で、そこで無酒の量でやけど、多分撮影前に思いっきり飲んでたんやと思う、緊張してたから、緊張したことないけど、今日マックスやっ
おかんがお尻かけるから。あ、ごめん、ごめん。心臓が、すごい。お前、今ほんまにこれ。金ちゃん、ちょっとのことでも大事故やから。やばい、俺これ、ガシャーンって、あの、風呂屋事件になってまいよ、これ。金ちゃんよりも、このドアの方が心配だ。だから、まあ、一応な、こういうリアル伝えとこうかなと思ってて、あの、本当にいい部分を結構切り取るように頑張っててんけど、動画にしよう、動画にしようっていうので、でも、あの、最近の多分、あの、遠方動画、うん、上奥の温泉とかああいう動画とか見たら多分本当にあのリアルと乖離していくのは怖いから坂田佳子という人物自体が神格化されすぎて、うん、まあ言うたらもう坂田佳子さんやーみたいな、でもほんまにダメなところはダメやんでっていうことを映し出さないとあいつ自身も生きづらくなると思うし、うん、でこういう一件があったっていうのでもしかしたらジョーブルがあのちょっと一旦様子見るかもしれない、うん、一旦出禁にするかもしれないもしかしたらここ3人で何か撮るかもしれないしね、これジョーブルの出禁やったこれまたまたすごいあれちゃん、ほんまに最大のパフォーマンス。入浴温泉鳥取行った時も温泉でその使ってるおっさんにいたから、あーさーねおいおっさん、まあ、もう一般の人に対してうわ、サルやん、キッカーとか言うねやもうほんまにアウトやこれネタにできんわってなってで俺坂田佳子にお前ほんまに酒控えないと俺もうジョブプロ出られへんだよみたいな、あんなことやってたらみたいな、なでもう動画でそうやってネタにして盛り上げようっていう気持ちはわかるけどでもそうじゃないやろ、盛り上げ方がな一般の人に対してそういうことしたらあかんっていうのでまた違うから、うん、だからほんまにこう外に出すときはそういう確立した場じゃないとあかんねんなっていうのを感じたし、いいキャラしてんねんけどなすごいめちゃめちゃいけらしいね、うん、でもちょっと今日のグループラインはショックやな、うん、あんなことで俺もでも大概英語とか書いてなかった、そうや、うん、ちょっとこれ見せたいねんけどな、見せれんやったらちょっと貼るわ、うん、見せられないなんて入るけど、どんだけ優しい、ほんま心の中、そう、俺ママ大人ってすんねやぐらい、ママ大人やったろ、ちんやめちゃくちゃめちゃくちゃ大人なの、俺めっちゃ気長い人やろ、うん、いや、今ツイッター見たら、うん、スマホ紛失松之丞西成の見てって来てるわ、松之丞行ったっけ、ほんで、ね、こっち来た時に忘れてんやん、松之丞だからまだ酔っ払って携帯なくしたってことやろ、どっかで、うん、もうあいつ身分証も最初マイナンバーもおととい晩に酔っ払ってどっかで、ね、警察の届け出したりしたほんで私とこの店に来て鼻毛がどないしたんやってみんなもうなんか取られたか失ったかなんか分からんけど一応今西成と行ってきてん言うて、うん、お前はアホかもう作業性悪すぎんでって言うたところやのに、それでもこいてないねんもんな、なぜ飲みすぎやわなあ、やっぱほんで自分で何かしたらもうなんか自分で反省してるみたいなこと言うててこんなんしたあかんわ言うてたのにもすぐこれやからな、やっぱお酒の力って偉大やねん、ほんまに日常生活に支障をきたしらしてるな、ちょっとあかんな、だろうん、ちょっとこのそれはでもジョーの責任でもあるんで旦那やんか、いやあの旦那ではないねんけど俺の責任ではあると思うちょっと分かってるそれ。ちょっと分かってる。俺がやっぱりこうやってジョブログと通して人気をの拍車をかけたから。だからやっぱり本人の感情が酒でコントロールしようとするから。うん、で本物は多分初心者やと思うねん。ああ。わーってできひんねん、ほんまは素では絶対あかんからな、そうエンターテイナーになるためにお酒を飲むっていうので撮影前に今日もだから問答来とってやろ、でも本当のエンターテインメントになろう思ったらお酒はやめらなあかん、まあそりゃそうやん、だってテレビ出てる人とかスターたちやってる場合飲みながら出へんし絶対出へんから、うん、それはもう絶対それはもう絶対無理やし、ほんま俺なんかもう2ヶ月以上経つねんで、そうです、酒経ってもうすごいよな、コントロール力やここや、この時はせんかったから、お前そうそうそうお前そうそうそうお前どこやわからん、ちょいちょい行こう、いや、ほんで下半身コントロールしてんの、ね、73歳の下ネタすごいで、元気やな、ほんま酒はあいつやめられんと思うで、俺一回言ってお前やめれんのかみたいな言ったら、いや絶対無理です、絶対無理、無理や、酒やめんねやと音楽やめろって言って、えそれはあかん、いやほんま音楽か酒かって言ったら酒取ります、警察やぞ、起きてる、はい開けろ、お前なんか引きこもりの女誰かこうやってお前説得してるみたいになってるやんけど、はい開けろ、コーヒー飲むぞ、出た出た、もう誰やって分かっとるやろ、何をそんなに怒ることあんねん、ケイちゃんちょっと穏やかになんなさい、穏やかになりなさい、こいつ危ないな、お前なんかもうちょっと思ってないやろな
お前個人にも現れてないんだよ。寄ってませんから。まあ、僕もいつもやってるやんけ。じゃあごめんなさい、皆さんご迷惑をおかけしてすみません。みんな心配できてるのに、もっと通らないの心配とかじゃん。もう私はいらんって言ったらいらないんです、すみません。うん、もうあんた、それは分かんねんけど、そんないきなりパーンやって、どこは行って、もう私はそうなんですみたいな言うて、携帯ないし、そんなんしない。自分が酔っ払ってどっかになってしまうの。自分をコントロールしよう、もっと前も言うたけど。コントロールできてないね。酒に酔ってぐちゃぐちゃなんて、いきなり情緒も変わって感情もぐちゃぐちゃやんけな。ぐちゃぐちゃちゃうやん、ちょっと待って。熱っ、みんな来てさ、心配してるし。別に心配なんかいらない。酒しよう言うてみて、お前出禁の店やな、あれ。で、私見てどんだけ待ってさらに。どんだけって、お前10分、20分やんけな。でもお前どっかでお前2時間3時間待ってたとおっちゃんとかに言うの、そうやって嘘つくもん、ほんまに分かんねえ。おいおい、待ってました。待ってないよ、お前。モーニング食べてる間なんて2時間3時間前にどんなフルコース出るの、お前。モーニングモーニングはもうそんなフルコース出るんだ、お前。思うよ、お前。とりあえず、行くぞ。ちょ、待てや。うん、いいから。携帯やない。もう仲直りしよう。仲直りしよう。ごめん。全部見かけ持っとるやん。分かった。じゃあ俺一緒に探してるから。今後もあんな全然なんぞ、たぶん何が侮辱やねん、で、だお前らにな、仲間や思うとったお前らにな、仲間やからこうやって来とんねや、捨てられたんや、捨てられたんや、捨てられたんや、何の勝手にしたんだ、感じがしてんの。でも縁切れたら僕スパやからな、人生がごめんやけど、俺も近づくもんな。え、おやじと一緒、おやじと一緒や、もうだって、もう縁切る、いやいや、もう切るだ、切るね、もうなんか人のことだよ、お前。金ちゃん、なあ、金ちゃん、ああ、なんか、いや、言うたれよ、お前も。お前言うてくれ、お前、自分はお前ちょっと来られる嫌や思うとるやろ。もう嫌、どうにか使わない、分かった、そんなんはええから、もうどっちでも、むしろあっち行ってほしいわ。やめろ、何降ってきそうの、やめろ、お前。あ、今撮影してるんですよ。だから今撮影中やねん、お前。あとで撮ろう。また後で出てこい。今撮影してるんですよ。一番イライラしてるから、お前らどっか行け。ジョー撮影中やねん、こら。もうほんまに好きっす。あ、分かった。あ、行け。こら。しょうこちゃんって言うとこ。金ちゃんが一番配慮あったわ。まあ、配慮は多分。なんか多めに出してやれるの。どんだけ配慮あって連絡してくれた。ごめん、それにも私も許されへんかったから。酔っ払ってる時に連絡できひんやんけ、お前。酔っ払ってる時に電話しても、それもおかしいで。それもな、お前ら、それもな、とことんやるのが普通じゃんかよ。俺、喧嘩したないねん。話し合いしたいねん。あ、お前話したいできひんねん。できるわ。話し合いできひんわ。私できますよ。何か言おとったらできへんやん。言おとったらできへんやん。知らずにならなあかん。頑張って撮ってるのいいよって言うの、ありがとう。だから痩せるよ。はい、終わり。じゃあ行こうか。ケンさん、宇宙服着させて。どここけてもこけても怪我せんように。でも酒ちょっと控えなあかんわ。酒じゃないんです。私な、酒飲んでへんから。ちょっと待って、あんなアスコーンと酒飲んでなかったよ、ごめん。じゃあ、イライラし。飲んでない日なんかないやろ、お前。今日朝まで飲んどったやろ、ずっと。飲んどかい。飲んどかい。飲んどかい。ちゃんとググって、どんなやつから見て。うん、OK。これな、アルチューの姿が薬。あ、治療よくてだよ。アルチュー。アルチューなんか治そうよ。いや、もう暴れるし、もう言うの。もう話できへんし。おかしく言ってんけど。じゃあもうみんな迷惑かけてないやん、てるちゃん。かけてないけど、あんた飲んだら記憶忘れてるよ。誰が持っていたの、この携帯。すいません。こんなルーケみたいにずっとこうやって、あ、待たされてな、こうやって。中から楽しそうな声聞こえてきて。何が起こるんだよ。無様やな、お前それ。だからそりゃ、無様や。自分のことぶざまやな思って、もう感情がうわーなっていて、もう私出るっていうことやな。お前それやわ。
お前な、分かっとんのに、なんでその気持ちお前ほどいいの、それは旗から見たらブザマ、ブザマやあんなブザマ、お前はブザマやお前マジでさ、暴れたくなってきたほんまうっとすブザマやって、わしデギリケイスは店の外で座ってレリキンしたからお前が敵になったよ、ね、なかったら楽しそうな声が聞こえてここでなんか声かけられすぎてなんかもうイライラしてきて、またわかるか、それな1分、2分、3分、4分あるで、全然これからも多分そういうのイライラしてくれやこれ、デキンが多すぎるからしゃあないねん、違う違う、デキンがないねん、入るやねん、入るやねん、入るやねん、あとな、何分待ってなとかな、ないんかこれ、モーニングの時間だけやろな、あたしジョーにくっつこうとも今思わんねん、俺はよ距離感が生まれたな、入るがないんや、言うたやん、お前敵の店入られへんから、入られへん状態で取ろう言うたやん、言うとったやん、説明しとったやん、あんな、それでな、あの状態外でな、あの状態取れや、ほんなら私の取ったわ、こうやって子猫みたいに取ったわ、取ったやん、田舎方取っとった、取ってんって、あの、そ中から取りましたよ、僕取ったやん、言うたやん、私が子猫みたいな状態、いやいや、この子がまだ知らんで、僕ねー、ね罪みたいで、そうやわ、お前は美しくなりたい、美しくはないけど、毒ネズミやな、なんやねん、その目、お前人にそういう目を使うな、違う、もう今日はもういいと思った、すべていいと思う、うん、もうそんなパッと切ったらあかんて、人間関係を、あ、私スパスパなの、狭い町であんな、ごめんやけど、すまへんかっても関係ないよ、私もうほんまにこういったらこうなんだ、ごめんやけど、とりあえずベルソルでも中入ろう、よし、ジョブロック、ほんまにどうすんの、わしいてのないから、あ、金ちゃんが一番優しかったということよ、そんなのどうでもいいけど、金ちゃんのメイク知ってる、ほんまに優しい、最後まで坂田敬吾諦めへんねんで、ありえんって、こうやって面と向かって話すのが一番やろ、もう、ああ、いいよ、わざわざ、ジョーケな、逃げ癖があるんよ、ないわ、あります、なんて、あります、なんでこんな面と向かって喋ってるのに、何がいいの、いやいや、今になってやっとやん、ちゃうやん。わらが意味ないねん、俺はそんな電話とかでなんか LINE とかでわらわやりたくないねん、顔を見てな、話せんかったら通じるまま通じてへんねん、怒ってる時は確かに時間置くよ、俺は一旦確かにな、そういう冷静な頭でイライラしてる時どれもならないよ、佐賀田圭吾に言ったやん、お前すぐ怒ったらやりようなりようとする癖があるって、人に牙を向けるっていう、そうですよ、なんか喧嘩、なんで喧嘩をしようとすんの、喧嘩じゃない、もういらんってなんねん、いや、なりませんか、なれへん、なれへん、いや、よっぽどやつ、今日いらんってなるの、今日はなりましたね、あんなことで、ちょっとのことで、あんなことなんだお前、なんな人間関係やってられへん、やられてみちゃうやん、自分がそういうことでできんないようなことをしててんやろ、今まで、それをむしろネタにしてるやんか、お前はネタにしてるけど、あるんだよな、その扱いちょっと、見とってみ、外で私が、お前もだから LINE できるやろ、これいつまでなんとか言えるやろ、そんなすぐそこにおんねんからさ、でも LINE でお前もう二度と会いませんみたいな、まあいいな、子供じゃないねんからさ、じゃあ仕事やからちょっと待って、くっすじゃんもう痛いわ、おばちゃんごめん、坂田君ごめん、どうするかやんな、だからじゃあ私は俺らめへんねん、うん、何があってもな、だったらちょっとしゃあないか、一回ちょっとじゃあ、俺らの人間やと分かってるやん、うん、ほんまに切れてもうてん、ごめんなさい、うん、ほんますいません、これあげるから、ほんま悲しかった、うん、ほんまに、いや悲しかったです、これあかん、今思っても泣けるわ、泣くぞ、無茶苦な顔して、無茶苦な顔して、わしゃいくしゃくしゃやな、ははははちゃん泣くことある俺なんやろ、こんな泣くことある、俺まあまあ涙もろいよ、俺涙っぽいって言うか、あの、そうでた、この15分ぐらいでなんだ、これ泣くな、お前マーニングフルコースちゃうわ、アホどんだけの量、はっ、出てパンとな、卵だけじゃん、おしゃれだと、めっちゃ辛かった、何が辛いんじゃん、アホ、外で待ってる時間がちゃうな、やろできになった、お前の責任やろ、いや誰の責任でもないやろ、
ね、できとかじゃなくて、なんかなんやねん、待ってる自分と中ですごい楽しそうに喋ってる、楽しそうに喋らなあかんの、喋やったらほう昔のお顔思い出した外でずっと座ってずっと座って15分くらいは調べたかね、大将に言いやがってバレがいやでも何やねんお前おばちゃん、あの体験しなわからんと体験しなわからんと、関係ない私は大人やからガキちゃうねん、私はお前はガキじゃん、お前父ちゃん子供やんかどこで、うん、あれはつらい、そんなないわ、そんなもんパフォーマンスが一つなほう、ちょっと辛すぎて、まあでもこれからも仲良くしよう、なんか大人でやっお前が仕切るなほう何々仕切ってけとかのこのパワーお前こんなん取らんでやる、一応な、いやもうここでだってあれやん、ちゃんとな、ちゃんとリアルを見せないとほんまにだって俺もう、あ、もう会えへんねんなと思って、やったらもう俺取っとかないと、今後坂田恵子どうしたんですかって言われた時に俺何も言いようがないから、ちゃんと事実は一応取っとこうかなっていう、いやほんますいません、もういいわと思って、ほんま勝手やな、何やこれ、すっごい寝起きで乱入されて家に遊べる、行くやろ、もう連絡もつけないし、あんな状態で携帯もなんかほんまないもん、これからも西成の街とかで散歩しとったらあったら俺どうすんねんの、気まずい空気とか、あ、私も全然、あーどうもってあーどうもってごめんやけど、あなたさ、今ビンタした、今こいつめっちゃビンタした、私がびっくりするぞ、あーどうも、あーやろう、私意外とそうするから、あーどうもジョーさんですかって、あんなね、ちょーちょー言うとって、あーどうさんですかって、まあ、お前どうやって生きていくん、別に私それでも生きてきますから、生きてはいけるけど、生きづらくなるのよ、別に別にっていろんな敵回してさ、別にせっかくこうやって人気出ていろんなファンとか視聴者さんとか心配も声も増えてるからこそやで、いやでも私は一人で何でも一人で生きていけるでもな、俺な、坂田はあれやねん、ほなバー言うやんか、私は一人で生きてるし全然別にとか言ってるやんか、心の中ありがとう助けてくれて出してくれて、俺は分かってる、めちゃくちゃ実は寂しがりやん、知ってるし、だってお、あんた分かってんやろ、ちょっとほっとるかさ、金ちゃんが一番分かってくれるから、あんだけど最後までメールしてくれたの誰やモデル、メールにしたのか、金ちゃんや、話そう思ってこうやって場を設けてん、違う、あんたはメールも何にも返してくれへん、金ちゃんだけがお前あれやから、ガキじゃないねんから、お前は、まあ、金ちゃんとがずっとやってくれた、ただ結果的には絶対に家に迎えに来てくれたと分かってた、あ、分かってない、それは思うんだよ、絶対分かってると思う、ああちょっとどっかで絶対分かってるよ、絶対このまま放置してる、でも最後まで優しかったのは金ちゃんや、お前が審査員みたいな誰が優しいかみたいな、ちょっと考えていかなきゃな、それはほんまに、俺と太田同士そこまでこんなんじゃなかった、いやこれまだあのあれやもん、お酒飲んどってもな、話しとったらできる、ある程度な、結局できる、返事もしとったんや、でもな、違うとか返事がめちゃめちゃやねん、ほんでなんか最近のお酒の飲み方見てたらな、上がるために飲んでるみたいな感じがするんで、楽しむために飲んでないの、お酒を、まあ、ちょっとな、もうだから、うん、人気が出てきてからプレッシャーもあるんやろうけど、だからお酒は楽しむために飲むもんやいうのはもうちょっと分かったらええんちゃう、お前自分で入れなくなってんねん、酒飲まないと、だから楽しいお酒を飲まなきゃ、いやでもお酒の飲んでるし、ちゃうけだから楽しいお酒を飲まない、ちょっとやっぱ飲み方がちょっと荒すぎるわ、まあ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 そういうことや、体のこともあるしな、ほんまやっぱりそういう自分のこと、あ、昔の話は大丈夫です、大丈夫なことないから言ってんじゃないかい、そうなんだ、もうだからコントロール自分でもうちょっとしてなあかん、撮影ありますよね皆さん、お前は撮影せんじゃん、4人で撮影しようと思っててんけど、一旦まあこういうことを確認しないと撮影できんやん、まあね、なあ、まあでも一回ちょっとあの、まあ、出るんやったら控えながら出よ、もうこれから、うん、ほんまに今後だって俺もっともっと人気になりたいって自分も思ってるし、みんなで面白いことやっていこうっていう中で大きな事件になったらあかんやん、酒によって楽しまな、だから稽古がその辺でわっちゃなってぐちゃなってるやん、でいろいろなくしたりとか、それだけは言ったらいいけど、もう身体的な被害とか誰かが喧嘩してとかなんか事件になったらあかんから、それ絶対なきにしても絶対争うやからな、可能性は大事やで、うん、あるこの間もこうなあ、その三角公園でわっちゃなって警察来たとか言ってたやん、そのちょっとのことでも大きくなるから、お前みたいな汚い女でも、うん、なもしかしたら
されるかもしれんやな。されるわけないからな。まあ、ない絶対ないやん。やられる前にやるからな。いや、ファンはおるから。でも、やられる前にやるっていう考えがあかんねんって、もう。そもそも喧嘩を仕掛けてるわけだから。ああ、そうよ。喧嘩じゃなくて、もう話し合いで、お前もう有名人やねんで。ほんまちょっとのことがほんまにニュースになったりとか、うん、大きなことになるからちょっと考えていかないと、まあ、ジョブログ出るのもそうやけど、まあ、4人で仲良くしていこうと思うねんけど、うん、一旦ちょっと酒どうするかっていうのも考えながら、出るんやったら出るで控えるとか、うん、でその辺俺も考えるからさ。うまいな。和解したんって言ってるやん。ほんまはジョーに今日キレて、おっちゃんにも二度と私はここに来ませんと永遠にさようならって言って、なんで来た、なんで来た、家まで迎えに来てくれた。あえてよかった。俺もなんかそんなんでなかんなかなかなるの嫌やから。いやいや、分かってるけど。まあ、これから友達でやるしかない。友達じゃやろ。ああ、もう今、まあ、言いたくない。まだ言いたくない。今日はちょっとまだ言いたくない。婚約者やろってまだ言いたくない。腹立つから。そう、みんなに謝ってるけど。なんで？頭いらなってくる。